月川レイ、三風ロアのインフィニットゼロラジオ。皆さんこんばんは。今日もご機嫌元気にお届けします、三風ロアです。こんばんは。夜の現場でもご機嫌元気なロアの眩しさを隣で浴びています、月川レイです。俺は24時間営業でご機嫌元気だよ。大好きなインフィニラジオの現場ならなおさらね。確かにな。プレ会第1回にロア誕生日会と放送してきたけど、リスナーのみんなからの反応がダイレクトに感じられるのがいいよな。ファンレターとしてしっかり形にしてくれるのも嬉しいし、つぶやきとかでリアルタイムのありのままの気持ちを知れるのも嬉しいよね。とはいえまだまだ試験期間というか、俺たち自身もいろいろ模索中だからな。楽しみつつもきちんと土台を作り上げていこう。はーい。レイらしい真面目で真摯なお言葉をいただいたところで、今夜もちょっとした贅沢時間をお届けできたらと思います。よかったら最後まで聞いていってくださいね。眠くなったらいつも通り遠慮なく寝落ちしてください。ついでに俺たちの夢なんか見てくれたら最高だよね。もちろん、まだまだ眠くないみんなも楽しめるようにロアとトークを盛り上げていこうと思います。肩の力を抜いてリラックスして聞いてください。それじゃあオープニングトークはこの辺にしておいて本編へと行きましょう。今日のテーマは第1回に引き続き和の心です。インフィニラジオ第2回、始まり始まり。この番組は月の芸能プロダクションの提供でお送りします。まずは早速曲紹介から。1曲目は月歌デュエットシリーズより、弥生春とむつきはじめで始まりの春。揺れる消しの残りが潜め、飛び立てうるす万作作は王者の人へ、闇つつ紫忘れ物ひとひらり、君恋しい横顔、指切りに忘らる呼びる花言葉は、夢の後ゆらゆら揺らめいて、始まりの春を急げよ恋心、僕らは裏表風待ちわび。また無意識に歌ってるぞロア。あ、だってこの曲メロがキャッチーな和ポップって感じだからさ、ついつい口ずさみたくなっちゃわない？それには同意する。二人の素直な歌い方のおかげかな、ずっと頭に入ってきて離れなくなるな。そんな曲だよね。いつまでもどこまでも行こう僕らこの先へか、いいな、この気持ちいい疾走感っていうの。わかる気がする。意味もなく走り出したくなるような。そうそう。この曲自体は恋心を歌った歌だけど、学生のみんなは勉強の合間に聴いてもいいかもしれないな。将来のことを考えて不安になることもあるだろうけど、未来はきっと明るいってそう感じられそうだ。そうだね。また勉強しようって意欲が湧いてくるかも。なあ、俺の場合は行くかって外へ散歩に出ちゃいそうだけど。開放的な気分になりすぎて。そう、なりすぎて。ロアは歌いながらランニングとか始めそうだよな。普段でも音楽聴きながら歩いてると無意識に歌ってる時があるから、多分やるね。否定しないのか。月川レイ、三風ロアのインフィニットゼロラジオ。おお、いい音。まるで日本庭園にいるかのようだ。そこまでか。オープニングでも話したように第2回放送もテーマは和の心というわけで、効果音だけでも和の心を出していきたいと思います。大丈夫大丈夫、効果音の効果は絶大だから。あとみんなの想像力もすごいから。俺たちの会話からも和の心が出せるように頑張ろうな。どういう会話をすればいいのか分かりません先生。あ、いつの間にかドリンクも水じゃなくてあったかいお茶になってる。あ、
落ち着く。いいな、おじいちゃんみたいで。わって感じだぞ。インフィニのおじいちゃんキャラは例の方だろ。おい。と、くつろいだところで一通目のメール紹介といきましょう。はい、ラジオネームななみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、インフィニ指導おめでとうございます。ラジオ毎回欠かさず聞きますね。お二人に質問です。インフィニが活動開始するにあたって今後の目標などはありますか？よろしければ教えてください。これからの活動に期待してますとのことです。メールありがとうございます。ありがとうございます。チェックよろしくお願いしますね。今後の目標か。例は何かある？そうだな、個人的にはこのラジオ以外でもファンとの触れ合いの時間を増やしていきたいと思ってる。おお、ファンミーティング的な？まさに、ファンのみんなとの距離をもっと縮めていきたい。というのも、俺たちが前のグループで活躍していた時代とはアイドル像がかなり変化してきてると思うんだ。ファンとアイドルの距離が近くなったっていうか、同じ目線に立っているというか。ああ、それは確かにあるかもね。だから前はできなかったことも今ならできると思う。触れ合いの方法を工夫して一緒に過ごす時間を増やすことで、俺たちのことをもっと身近に感じてもらえると嬉しいなと、そう思ったわけだ。ああ、なるほど。いい目標だと思う。俺たちも新しいユニットとしてスタートを切ったばかりだし、まずは小さなことからコツコツやってみたいよね。ロアの目標は？ああ、そうだな。俺はね、ちょっと漠然としてるけど、ユニット名に無限の意味を込めたからには、アイドルの枠から飛び出していろんなことに挑戦できたらいいなって思う。いろんなことって確かに漠然としてるな。例えば？いろんなことは、まあいろんなことだよ。どうやらノープランのようです。ノンノン、アドリブに強い男と言ってほしいな。そういう切り返しのうまさは確かにアドリブに強い証拠だな。とにかくファンのみんなが目を離す隙がないって困っちゃうくらい、いろんなことに挑戦していきたいなって思ってるわけですよ。どうだろう？いいんじゃないか、その話。俺も乗った。おお、よかった。二人ユニットだと片方の目標が漏れなく二人の目標になっちゃうからね。目標がいつでも二つあると思うとなかなか大変そうだが、向かっていく方向が同じと思えばいいことなんじゃないか。俺たちの相性がいいって証拠だよ、ロア。うわ、レイがガチでそういうこと言うの珍しいよね。ちょっと照れますな。まとめると、触れ合いの機会を増やすべくいろいろやっていこうってことで。了解。続いてはラジオネーム愛さんから。愛さん、はい。レイさん、ロア君、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ラジオ放送開始おめでとうございます。ありがとう。お二人に質問です。今後このラジオでやってみたいことはありますか？二人のおしゃべり今から楽しみにしています。愛さん、メールありがとう。ラジオでか。あ、俺あったわ、やってみたいこと。何？二人で弾き語りとか良さそうじゃない？俺ちょっとだけならギター弾けるから練習してさ。おお、好きな洋楽とかよく弾いてるもんな。カバーなんかができたら面白そうだな。リラックスしてもらうっていう、この番組のコンセプト的にも音楽ってぴったりでしょ？そうだな。よし、今のうちからギターを練習していつか挑戦してみよう。レイは？俺はそうだな、朗読劇なんかはどうだ？朗読劇？俺とロアでラジオの中で一つのドラマを演じるんだ。ミステリーとかちょっといい話とかいろいろやってみたいな。何それ、面白そう。いいじゃん、いいじゃん。だろ？よし、それじゃあそれもやることリストに入れておこう。いつか実現するぞ。ああ、そうだな。というわけで皆さん、そのいつかをお楽しみに。さあ、ここで2曲目の紹介です。アライブシリーズ、ソアラの波長風月シリーズ花編より、愛の花、どうぞ。山を這う風と共に行く遠き日々の夢の後に、春しぐれ浸り浸り泣く
花鳥風月シリーズは花、鳥、風、月、各一文字ずつを題材にソアラ、グロース、ソリッツ、クベルの4ユニットが CD をリリースするユニット対抗シリーズです。そうそう、曲ごとにユニットの個性が出ててどれもいいんだよね。俺の聞いた感じの感想を超ざっくり言うと、ソリッツはシリアス度高めでドラマチック、四季こういうの好きだよね。クベルは和洋折衷なおしゃれ曲、何事にもスマートな衆らしい。ソアラは胸にまっすぐ飛び込んでくるストレートさがあって好感度高い。グロースは和ファンタジー、和風の異世界に旅立とうみたいな。あくまで個人の感想です。あ、はい、個人の感想です。で、ロアの言うところの胸にまっすぐ飛び込んでくるソアラの歌愛の花ですが、歌詞の美しさにも目を引かれます。繊細な言葉選びから作曲者のソラ君は天真爛漫なタイプに見えて、音楽家らしい繊細なところもあるのかなと思いました。ぜひ仲良くなっていろいろお話をしてみたいですね。春しぐれ、ひたりひたり泣くとかね。俺もこんなセンスが欲しいところだな。それではもう少しだけお聞きください。ひらひらと舞い落ちて紙吹雪、まだ何会えなくて長い夜道、月の影にひらひらと舞い三日瀬ロアのインフィニートゼロラジオ、月プロ情報局。それではここで月プロの最新情報をお届けするこちらのコーナーに行きましょう。本日1月25日月プロライブ2018サマーカーニバルの DVD ブルーレイが発売しました。昨年6月17日に富士急ハイランドコニファーフォレストで開催されたソアラ、グロース、ソリッツ、クベルの4ユニット合同ライブ夜公演の模様を丸ごと収録しています。ここだけでしか見られない特典映像にはバックステージ映像を収録、熱く弾けたライブの一部始終をお家でじっくり楽しんでください。 CM を少しだけ流してみましょう。楽しそうだな。いいな、野外ライブ。ロアが心から羨ましがってます。羨ましすぎて俺は今日収録に来る前に個人的に予約してたのを受け取ってきたよ。サンプルをもらうんじゃなくて？なんとなくサンプルシールが貼ってないのが欲しかったんだよ。四季と週が出てるからかも、ファン目線で見てやろうと思います。いいところは褒めて、ダメなところダメ出しするから怖いなよし、この後寮で鑑賞会だな。お、いいね。帰りにお酒とおつまみ買って帰ろう。ちょうどこの前誕生日の時に式にもらったワインもあるし。あの高そうなワイン開けるのか。そう、もともとレイと一緒に飲もうと思ってたやつだしね。そりゃ嬉しいなどうやら働いた後のご褒美ができたみたいです。以上、月プロ情報局でした。招きねぶたなのにゃんこのゆるキャラ、丸いお月様見て招く、暑い真夏でも暑い午後でもどうにか常識で。続いて本日最後の曲紹介です。
同じ輪でも少し趣向を変えてアップテンポでノリのいい一曲を。俺これ好き。月歌シリーズより8月担当の本宮まつりで招き招かれお祭りモード、どうぞ。夏祭り、かがり火ひの子が舞い踊る。やっしょいなでしこ浴衣柄、日本の常夏山とめでたし。そいやさそうかもね、日本の祭りのダンシング。そいやさそうだよね、花がさちょうちん舞い上がる。招きねぶたの子私と見上げる。空に打ち上がる花火散る。暑い真夏の余計だるい日々でも祭り囃子にはハイテンション。招き招かれて輪になって踊りましょう。祭り囃子には胸弾む。神輿担ぐ主夜道を練り歩く。鳴り物響かせて。そいまそいそいやさそうかもね。絶対そこを歌うと思った。やっぱここ歌いたくなるじゃん。そういえばこの曲だけ夏の曲だね。確かに始まりの春も愛の花も春のイメージらしいからな。春の和はなんとなくみやびな感じだけど、夏の和はお祭り、にぎやか、活気って感じだね、うん、今日紹介した曲で言うとそんな感じだな。この曲は祭りを題材にしてるだけあって、人のエネルギーの塊を直で感じられるというか、パワーがあるな。ノリがいいしワクワクしてくるよね。この曲の歌詞の通りだよ。祭り囃子の音が聞こえたらハイテンション。ロアは祭りモードのスイッチが入るのが早そうだよな。俺はもうここ1、2年は花火大会とか祭りの現場には行ってない気がするな。テレビ中継は見た。ああ、俺もそうかも。夏はイベントとかも増えるしね。土日はだいたいいつも仕事をしてて、プライベートでお祭りとか全然行けてないや。よし、今年は行こう、ロー。おお、例の固い決意が。いいね、了解。よし、今年の夏、一つ楽しみが増えたね。予定に入れておこう。って、よく考えたらまだ1月なのに、もう夏の話をしてるのか、俺たち。ちょっと気が早かったな。僕のおかげで、すっかりお祭りモードなんだよ。いいじゃん、楽しい予定はいっぱい入れておこう。それもそうだな。月が悪い三日勢ローのインフィニートゼロラジオ。はい、そろそろエンディングのお時間です。今回もあっという間だったな。もっともっと喋りたいところだけどね。次の放送もすぐあるから撮っておいてくれ。はい、今回はお便りも読めてよかったね。ああ、今後の目標とラジオで何をするかをこの場で話し合うこともできたしな。うん、有言実行ってことでスタッフさんご協力お願いします。ブースの外でスタッフさんが頑張りますってポーズをしてます。頼もしい。それじゃあ今後にこうご期待ということで、次回のテーマは雪です。おー、雪か。冬だね、スノーだね。愛の手が適当すぎる。適当じゃないって。雪、雪ね。ロマンチストな俺としては幻想的な白銀の世界を想像しちゃうけど、果たしてどんな雪が待ち受けているのか。収録当日に雪降ったら楽しいだろうな。そうだね、奇跡が起こったら面白いね。あ、いいこと思いついた。なんだ。ふっふっふ、まだ内緒。それは次回までのお楽しみってことで。じらすじゃないか。でも秘密のお楽しみを作っておくのは次につながるいい案かもしれないな。でしょ。ってことでみんな、次の放送も楽しみに待っててね。このラジオでは皆様からのお便りを募集しています。各コーナーへの投稿、ふつおた、お悩み、楽曲リクエスト、そして番組への感想などなど、ぜひ送ってください。
お便りについての詳細はインフィニートゼロの公式ホームページに掲載されています。要チェック。では今回はここまで。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次もまた遊びに来てね。というわけでインフィニートゼロの隙川レイと三日瀬ロアでした。またね。またね。この番組は月の芸能プロダクションの提供でお送りしました。